休んでなくていいの？大丈夫。今日は君と話しておきたいと思ってね。僕の夢はいつか王国がこの本に描かれた国みたいになることだ。理想世界を描いた小説だったね。うん。どの種族が偉いとか汚れているとか、生まれて人生が全部決まってしまう、そんな世の中は終わりにしたい。この里のエルダ族だってそうさ。君らは何もしてないし、僕をかくまってくれた。なのに火まで放たれて、もう誰もあんな目に遭ってほしくない。誰かが変えないと。大丈夫か？無理できる体じゃ。現実が残酷なのは分かってる。でも最後まで諦めたくないんだ。僕は王子、王様になる者は英雄でなきゃいけない。英雄？辛い時こそ先頭に立って困難を打ち倒す人のことさ。父上から教わったんだ。この国にはかつてそんな英雄がたくさんいたって。だから諦めない。どんな生まれの人でも自分の未来は信じていられる。そんな理想の国をね。笑われるかもしれないけど、きっとできるさ。いつもそうだった。苦しい時に君がいたから、どんなことも乗り越えられた。叶えよう。君ならなれるよ、英雄に。僕だって諦めないよ、どんなことがあっても。国境の砦到着まであと1日。